トイザースでこういうレゴの半額セールされてるのめちゃくちゃ嬉しいですよね。皆さんこっちです。ジェイソン・オルゴグルだ。この動画を出している3週間後は1級建築士の学科試験なので、残りの3週間で合格に近づけるように頑張りたいと思っております。はい、今回は動画のタイトルの通りなんですけど、今トイザラスで夏のブラックフライデーセールが開催されております。その中でレゴが半額以下で売られていて、中には僕が前々から欲しかっていたレゴのセットが半額以下で売られていましたので、早速買ってまいりました。ということで今回の動画は、トイザラスの夏のブラックフライデーセールで買ったレゴを紹介したいと思います。ちなみにブラックフライデーセール以外にもサマーセールがやっていて、今年発売されたレゴも一部値引きされておりました。ちなみにレゴは何が売り出されたのかというと、主にレゴドリームズが半額以下で売られておりました。ということで買ってきたレゴを一気に紹介します。それがこちら。はい、まずはこちらのレゴスーパーマリオのサイのランビです。ただこのサイのランビは前々から欲しくて、これ確か定価1200円なんですけど、ブラックフライデーセールで900円で売られていました。ちなみに僕レゴのドンキーコングシリーズは、あとはドンキーコングハウスを買えばコンプリートなんですけど、あれもトイザラスで値引きされていたんですけど、あれについてはアマゾンの方が確か400円ぐらい安かったので、もし買おうと思ったらまあアマゾンで買おうかなって思います。はい、続きましてはこちらレゴドリームズのマテオのオフロードカーです。冒頭でも話したんですけど、今回の夏のブラックフライデーセールで一番値引きがあった商品はこのドリームズです。これは確か定価1200円ぐらいだったんですけど、値引きありで800円で買いました。これもすごい安かったです。ちなみにドリームズは、一応ドリームズはこのセット買っているんですけど、まだ開けてないので、もうとりあえず早めに取ろうと思います。ちなみにこのオフロードカーは、はい、2個買いました。僕が行ったトイザラスで残り2個だったので2個買いました。ちなみにこのマテオのオフロードカーはジャケ買い兼パーツ目当てで買いました。では最後のレゴは今回買ったものの中で一番でかいです。それがこちら。よいしょ。はい、こちらのレゴドリームズのクロコダイルカーです。はい、これを買いました。ちなみにこちらの定価は9900円なんですけど、値引きありでなんと4700円で買いました。いやー、もう素晴らしい。ちなみにレゴドリームズの中で僕が一番気になってたのはこのクロコダイルカーで、先ほども話した通りこれが半額以下で売られていましたので、もう速攻で買いました。いや、実を言いますとこちらは2個買おうか悩んでました。まあでもアマゾンのプライムデーのセールで欲しいレゴがあるので、まあそれ考えたらまあ1個でいいかなって思って、今回は1個だけ買いました。あとちなみにレゴドリームズで欲しいものは他にもあって、ダークペガサスと飛行船、この2つも結構悩んだんですけど、一応トイザラスのセールは来月まで行われていますので、まあこの2つについてはまあちょっと考えておきます。はい、今回購入したレゴを全部並べました。ちなみに総額なんですけど、こちら定価で買うと1万4000円するんですけど、このレゴ全部合わせて7000円で買いました。トイザラスでこういうレゴの半額セールされてるのめちゃくちゃ嬉しいですよね。先ほども言ったんですけど、特にドリームズ系が結構割と半額に売られていて、他にもレゴマリオだったりレゴクリエイターだったりレゴフレンズが結構値引きされていますので、これは気になった方は早めの購入をお勧めします。はい、ということで本日の動画は以上になります。これ全部合わせて定価で1万4000円ぐらいするんですけど、これが全部合わせて7000円台で買えたのはめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみにトイザラスの夏のブラックフライデーセールは来月の12日まで開催されていますので、欲しいと思っている方は早めの購入をお勧めします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。